とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪学園ワイ、ワイワイ学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もね、ここ、怨念クエスト行きたいと思います。まずは、極、シャドウサーカス。こっから行くね。で、装備なんだけども、遠距離系で行きます。どうも遠距離系が、この怨念クエストでは、強いらしいのよ。うん、これです。ワンダリングタクト。まあ、タクト系の一番強いやつ。だね。まあ、攻撃力系のスキルではないんだけども、まあ、混乱にするっていう。そこまで使わないかな。でも、それで、魔除けの鈴を装備してるので、陽気弾系の武器が 120% ダメージが上がります。で、ギョギョット棒で素早さも上がるので、いいんじゃないかな。うん。サブマシンガンのやつは、エモートを使うと、素早さが上がるんだけど、そのエモートがね、ちょっとめんどくさいのよ。なんで、ちょっとこのタクトを試してみます。それでは早速、行ってみましょう。どうでしょうか。4人のところがね、めんどくさいのよ。まあ、とにかく、離れたところから攻撃ができるっていうのが、一番の利点だよね。はい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 、ちょっと待て。はい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 。あ、一発一発はさすがのダメージだ。うん、マシンガンよりもダメージはこっちの方が高いね。まあ連射はそこまで効かないけど、でも弾がでかいからなんか若干当てやすい気がする。ラプサレン来たー。ああもう、こうフィールド狭いな。うわ、ウェルダンとかするなって。まあまあ、それはするでしょうけど。ちょっと、最初のね、うちがきついのよ。よしよしよし。ちょっと待って。お、混乱した。したよね。混乱一応するんだ。まあまあ 25% の確率だから、そこそこの確率で混乱させてくるね。よっしゃ。で、できるだけ、このね、バフは入れてから。セレナーデがここはきついから絶対当たるな。よいし。意外と、あっぶね。獅子王から倒しそうだぞ。うん。まあ、できれば、ちょっとね、めんどくさい奴らから倒したいんだけども、この遠距離系ってなるとちょっと狙うのが難しいんだよね。うん。まあ、とにかく振ってれば当たるっていう感じで、やっていこう。あ、いったったった。混乱しろ。オッケー。多分混乱してる。オッケー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 。いいよ。意外と、おそらくだけども、スキル維持は知ってるね。と思う。うん、攻撃力維持は全然できてると思うよ。ああ、いや、やばい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 。やべえぞ。おお、結構早めに倒せる。こいつはいいわ。ちょっと待って、早めに倒しそうなやつを先にやらせてください。獅子王まずいけるな。ナインテールもやばい。オフね。レアー。あー、パイプラッシュ。はいはいはい。獅子王倒せるでしょこれで。うわ、ちょっと待って待って、ピンチになってる時の攻撃力結構えぐいよ。オッケー、倒した。ナインテールそのまま倒したい。ナインテールはちょっとね、鬱陶しいのよね。オッケー。セレナーデが鬱陶しい。けど、技自体が結構、隙だらけのやつだから、いいね。ミストシャドウ。攻撃できてないよ。はいはい。ちょいちょい。先に倒、あー、ぶつかった。足早っ。足早い。ちょっと待て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 。やばい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 。
オッケーオッケー。おしょんぼりしたぞ。やばいやばいやばい、死ぬ死ぬ死ぬ。これはこれはやばい、これはまずい。やばやば、あっぶねえ。調子乗らんとこ。ナインテール倒そう。もうお前バフー、ちょナインテール倒させて。逃げんな逃げんな、よし終わりだ。うわー、まだか。オッケー、最後ちょっと粘ったねあいつ。ではラント君から先に倒していきましょう。おい、はい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 、おお、待て待て、いい、あ、まあ遠距離系はそん、おいちょっと待て、ワイルドアクトは痛いけど普通のやつは別にダメージ覚悟で打っていっていいね。はいはい、よっしゃしゃしゃ、はい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 、追いかけていくよ。はい、いや安心だわやっぱ近距離ゲーでいくよりも、うん全然安心して攻撃ができる。いけ、よっしゃ、混乱混乱いいね、攻撃が若干止まってくれるからすごく戦いやすい。よっしゃ、なんか命中率悪いな。よっしゃ倒した。若干の命中率の悪さはあるけどもいけてるいけてる。あとワイルドボーイだけ遠距離からビシビシやっていくよ。一発2000以上のダメージだからかなりいいよ。うん、ただこう振ってるだけでいいし、必殺技もね見て避けれるぐらいでしょ。うん、余裕余裕。おっと本気になったぞ。ちょっと HP が若干減ったから回復してバフかけてと。いやーいいね、1対1になるともうこっちのもんだ。じゃあ、おお倒した。簡単だわ。うん、多分近距離系の方が倒す時間は早いのよ。パッと倒せる。いやいやそうでもないか。うん、まあ、とにかく安全安全です。はい、ということでまたやっていくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。